パクソダムは韓国の女優、アーティストカンパニー所属、低身女子高校卒業、韓国芸術総合学校演技科在学中、低身女子高校在学中にミュージカル、グリースを見て演技に興味を持つ、韓国芸術総合学校に進学後、オーディションを経て、複数の独立映画に出演し、女優としてのキャリアを開始、2013年公開の独立映画、 スティール・コールド・ウィンター・少女で長編映画デビューを果たした。2015年、観客動員数1300万人超えを記録した映画、ベテランや王の運命歴史を変えた8日間タイに出演した、他、プリースト・悪魔を葬る者では悪霊に取り憑かれた少女、四神役を演じ、数々の映画賞を受賞した。2016年には、KBS2 ドラマ、 ビューティフルマインの愛が起こした奇跡で、テレビドラマ初主演を飾り、続く、TVN ドラマ、シンデレラと4人の騎士でも主演。2017年8月、カラメルエンターテインメントから、アーティストカンパニーに、事務所移籍。2019年公開のポンジュの監督映画、パラサイト半地下の家族に、半地下で生活するキム家の長女、ギジョン役で出演。作品として、 米イアカデミー賞作品賞を含む4部門並びに、カンヌ国際映画祭パルムドールを獲得するなど、国際的に高い評価を得、出演者の一員として、全米映画俳優組合ショーキャスト賞を受賞した。2019年、女優のパク・ウォンスクと親戚であることを公表した。演劇カテゴリー、韓国の俳優カテゴリー、韓国の女優パク・ソダム。ありがとうございます。